こちらのです。さあ今回なんですけど、んじゃじゃんと、はい、こちら今ね、表紙になっておりますが、ウルトラゴッドミッション7弾ね、好評稼働中ってことなんですけど、いやーこれがね、もう明日から見れなくなると思うと、いやー残念。これ個人的にちょっと気に入っててさ、来年もなんかね、別のキャラでやってほしいんだけど、いやー何で来るかね、もうほんとこれ以上の性能絶対出せないからさ、まあちょっとね、次以降が、ほんと何で来るのか、楽しみなとこなんですけど、今回ですね、カードリスト、ちょっとね、新しいの出たんですよ。これじゃなくてね、そう、モナカじゃなくて、これ、なんだっけな、大会プロンかな？スーパーヒーローズスタジアム、13シーズンの大会プロモのカードが、出ました。で、この中にちょっとね、自分的に、強いなと思ったカードがいたので、ちょっと軽くね、紹介していこうかなと思います。まず、ピッコロ SH。鉄壁のブロック、そして潜入工作っていうことでエナジーを1個奪う。なんかこれ昔ね、魔人ブー悪が巨大化で持ってたアビリティすごい似てるんだけど、あれのちょっとタイミング違うバージョンですね。あいつ戦闘力バトルなんで、まあ需要があるかと言われると、そうだな、まあほとんどないんだけど、このスーツのまま出てくるんだとしたら、まあ相当いいですね。はい、まああとは一応ね、ブロックバースト持ってるし、爆力マハなんだ。必殺技がなんか SH ピッコロにしては珍しめのね、この爆力マハ。これ係数高いです、ちなみに。で、続いてパンちゃん SH。連携の極意。連携アタック時、連携人数が多ければ多いほど、その攻撃のミラクルが出やすくなる。はい、これはね、使い道あります。まずこれって、バーサーカーでさ、いっぱいね、連携させると、めちゃくちゃミラクル出やすくなるんだけど、やっぱりバーサーカーのベジータゼノ、あいつがさ、攻撃時に敵のガードを無効化するじゃん。で、あれとか、オレンジピッコロにチェンジするね、チェンジスイッチとか、いろいろ使えば、ね、ワンパンで敵を倒すことができるという。あとはまあ、ミッション周回時に、これめっちゃ便利で、バーサーカーデッキね、さっき言ったベジータゼノとか、あとピッコロ大魔王、海王拳悟空とか、当てるダメージが3倍になる系のね、バーサーカーとかを入れて、ミッション周回に使うと、ワンパンでミラクル出て、そのままね、敵を倒して KO っていう、デッキに使えたりだとかするので、まあ、個人的には結構いいかなっていう感じです。ミラクルカプセル持ってるしね。まあなんか時の牢獄封印すればこれさ、賢者で普通にバトスタもね。で、ガンマ15 SH、ヒーローの絆ということで、まあ17号と18号のね、あの絆アビリティみたいなやつのね、あれの別バージョンです。まあこの名前が違うだけっていう、はい、兄弟の絆と、全く一緒ですね、ここら辺は。で、こっちが防御無視の刺激を持ってますと。こっちはちょっといいかな。まあね、さっきのガンマじゃなくて、これさ、強い方の貫通ガンマ。あれと加えると、でも貫通に貫通だからあんま意味ないか。はい、敵の倍増無効はちょっと強いように見えて、これ、自分が攻撃を受けるときなんで、連携グループにいるだけじゃこのアビリティ発動しないんですよね。まあちょっとそこが残念なんですけど、はい、これがいつかタイミング変わったらね、スリー悟空対策とかなっていいんですけどね。続いて、フリーザ様。はい、こちらが2連撃。はい、これね、ミッションモードのボスが持ってるアビリティです。まあ、ボスって言ってもこれ昔のね、H1 弾の時のね、超ボスのセルが持ってたんだけど、あそこで初めてですね、で、その超ボスのセルがめちゃくちゃ強かったのよ。昔さ、体力相手2万とかって。で、こっち、1万2000とかしかないよね、体力が。でさ、5枚しか使えないし、強いカードもないじゃん。で、その H1 弾の中での、あのセルのカメハメハ、あれがめちゃくちゃトラウマでさ、ほんと6回とか7回やってようやく勝つのよ。で、その時はね、UR とかも、トランクス青年期の1枚しか持ってなくて、めちゃめちゃ苦労したので、それがね、ここでようやくカード化っていうね。このノリだとただの3連撃も出そうなんですけど、まあ、とりあえずこれはでも、1人でアタッカーにするとなんで、そんなに強くないか。はい、イラストはすごくいいと思います。で、魔人ブー純正。はい、これベジータ戦でね、あいつをもうからかってて 時のブーで、ね、この後にね、元気玉で倒されるっていう。こちらは特に掴みじゃないです。はい、これもまあ、鑑賞用ということで。面白いと思います。で、これかな？
今回一番強いなと思ったのが、宇宙樹パワー。こいつさ、白ありなんですよ。まあ白ありっていうか艶あり。このさ、大会プロモの中でもこのただの白ありとこの艶ありって言って、まあこれ自分が単純に艶って呼んでるだけなんだけど、そのツルツルしてるんですよね、カード加工が。で、例で言うとスーツ悟空とかナッパ3、あとは大猿もそう、大猿系の SP、 あそこら辺と同じカード加工なんで、これはちょっと出づらいから高くなると思います。うん、そこそこ高くなると思う。で、宇宙を揺るがす青き力という効果で、毎ラウンド開始時自分の記録を少し回復、記録消費全戦闘力を 1.5 倍、パワー 1.5 倍で、このアビリティはラウンドが進むために効果アップするっていうことなんですけど、これね、まあ多分2ラウンド目で2倍、3ラウンドで 2.5 倍、4ラウンドで3倍、で、ファイナルで 3.5 倍とかだと思うんだけど、いや、これは結構強いですよね。まあ、環境トップかって言われると全然そんなことはないんだけど、大会プロモの中ではめちゃくちゃ強い方だと思う。で、屈強の合体カメハメハ効果もまあね、結構強くて、これがブースターパックの身勝手の極意が持ってたね、孫悟空のね、カードアクションアビリティなんですけど、自分とパートナーの受けるダメージが永続で半減？うん、なかなかいいですね。あとはこれ、宇宙樹パワー悟空のね、2枚目のカード化っていうことなので、そこら辺での希少性も兼ねて、これは欲しいなと思いました。で、続いてがフュー少年期。あ、これがちょっと残念で、進化し続ける力なんだけど、これ自体はまあ、そうだね、ちょっと強い。で、これが、ダメですね。長期弾なんで、これ、ね、倍率乗らないじゃん。ここがさ、カードアクションに、カードアクション倍率乗る系の、例えば、スーパーエナジーとか、だったらこのね、フュー少年期はすごい強かったんですけど、ちょっとね、スパーキングは、ダメだな。まあまあまあ、ダメージ倍率乗んないしね。まあ、そこが残念。で、ブロリーダーク。あー、すごいな、これ。イラストがすごいな。いやー、これもちょっと使い道じゃないかな。はい、ダークブラスターメトロエナ発光の究極バースト、まあ使いづらいね。でもまあ一応バースト効果が敵のガード軽減無視なんで、そこはいいんですが、エナ発光がね、ちょっと重い。てかさ、これ今思ったんだけど、これ、あれかな？ハーツのシークレットが持つさ、バーストタックと多分同じ？はい、で、あれ来る方向が、まあちょっと記録ダウンですけど、まあ、まあ強くない、ね、強くないね。で、ラストが、ラディッツ3と、なってます。さあ、こちらはノーマルですね。はい、これがなんかね、その、ツヤリだったらさ、ナッパと並べてかっこよかったんですけど、まあ燃え続ける闘争心。はい、まあ微妙と。いうことで、まあ大会プロモですからね、ちょっとゲット難しいですけど、まあこれはあっていいんじゃないかなっていうのと、あとはまあイラスト的にこのフリーザーとか、ブー、これ面白いですし、あとはパンちゃんかな。まあこれは個人的に、ほんと個人的にね、欲しいなって思ったやつ。あとこれか。このね、衣装が違うピッコロとか。はい、ここら辺がちょっと狙い目なのかなと、思います。いやー、ということでね。まあちょっと、多分この悟空は、ちょっと、そうですね、まあ高くなると思う。今までの傾向を見てるとね。ただ、高くなるって言っても言うてさ、まあ数千円とかね、絶対万はいかないと思うんで、どうだろうね、最初多分まあ5000円とかで出るんじゃない、普通に。もうちょっといくかな、7000円とか。まあ全然ね、環境ガードに比べたら安いと思いますので、まあぜひね、興味ある方は、ゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、じゃあ今回ちょっとね、短い動画になっちゃいましたが、本日3本目の動画でね、こちら、はい、大会プロモカードについて、ちょっとね、考察の方させて、いただきました。はい。よろしければね、ちょっとチャンネル登録とかもお願いしたいんですけど、ね、最初の動画、今日はね、上げた最初の動画とかもね、ぜひちょっと、見てほしいなっていうのと、最近ショート動画がね、すごい、なんかね、ある一時を境に、いきなりバズったりしてて、で、気づいたらなんかね、20万再生とかいってるショートあるんで、ぜひその YouTube で見かけた際にはね、そちらもぜひご覧ください。はい。いや、何なんだろう。ショートってね、なんかすごいんですよ。上がり方が、最初、初動は、なんか1万回ぐらいなのに、そっからなんかね、ある日を境に、1日で2万回増えたり、多い時でさ、1日5万回増えたりしてて、で、気がつくとなんか10万回とか言ってる。なんかね、
通の動画と違ってあるんだろうね、そのショートの波みたいなやつ。はい、ということで、ご視聴の方ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。